どうも、シュフルです。リュルカス 3DS、前回の続きからやっていきたいと思います。じゃあ2回目ですね。2本目の動画です。コンビニ対戦。パスワードは、なんで、ひらがなのあで全部埋めれば OK です。では、行きます。参加。あれ、折れへんな。まだ撃ってもまだ、おう、いました、いました。お、マスタードラゴン。珍しい。なかなか見ないですね、マスタードラゴンは。多分ブレス系だと思うんですけどね、マスタードラゴンは。ブレスは結構強いですからね、耐性持ってなかったら。ブレスは結構やばいから。ここが先手で倒すべきやな。かっこええ、マスタードラゴン。かっこええな。めっちゃ尖っとるもんな。尖りまくり。ここは、ブレスあかんから。迷うな。これどうしよう。やっぱバイキルとか。バイキルアタックが一番無難かな多分。とりあえずタイプ G は倒しておきたい、これは。タイプ G の攻撃力は結構エグいから、これを倒しとかなちょっと痛いからな。マスタードラゴンだけで何とかなりそうなんですけどね。おー、やばいやばいやばい。マジか。やばいぞ。おっしゃ、あー、いける。いけるわ、これ、いける。あー、いったいった、これいった。一発で戦、でかい。あ、マジで痛い。ああ、よかったよかった。全然、全然、全然。おお、オッケー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 。ほいほい、オッケーオッケー。せい。よし、当たった。結構ミス多いからな。オッケー。ウィーン。よーし、これ倒せるやろ、多分、まあ。オッケー。ほい。いいね。HP 回復も結構でかいな。で、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 エグドラシル？おー、なんか硬そうだけど、まあ、多分身代わり戦法かな、これは。よくわからんけど、凍てつく波動しとこう。凍てつく波動からの、まあまあ攻撃でいけると思うけどな。やはりやっぱ、上げてきたか。まあ、行動は遅いはずやから、2回攻撃。まあでも大丈夫やろ、多分、まあ、いける。凍てつく波動で消してからの、ウィーン。まあ微妙やけど、まあオッケー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 。まあオッケーや。まあ、エグドラシル硬そうやもんな、こいつなんか。トゥーン、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 ザシュ。あ、めっちゃ食らうやん。お、いけるやん、いけるやん、いけるやん。あー、ギガマホトラまたするんか、こいつ。まあまあ、ええか。まあ多分、バイシオンかかってなかったエグドラシルの攻撃も言っても知れてると思うんで。オッケー。オッケー。ティーン無砲弾、結構やばそう。え？お、お、いいね、受け流し。でかい。オッケー。まあここは、マダンテしてもいいやけど、意味ないか。マダンテ意味ないから、とりあえず、あいつをどうにかせなあかんな。舐めますか、これ。よし、舐め回そう。オッケー。あー、微妙。舐め回しが効けば倒せる。サッシュ。オッケー、いいね。からのマジックハック。さらに体勢を下げると。オッケー、オッケー、オッケー。からのブリザラッシュ。スイ。いい、めっちゃ食らうやん。さすが舐め回し。オッケー。わかった。これ買った。オッケー、オッケー。見てる、出てて、出てて。お、あれ？マジか。おー。攻撃回数多いな。え？連続5回攻撃？痛い、痛い、痛い。連続5回攻撃なん、こいつ。やばいな。サージ倒せみたいな感じですかね、連続回数で言うと。回数的にはスイ。
オッケー、ショバリクエンテンブルデテン。You win。 対戦結果をアップロードしています。まあ、大体はまあ勝てるようになりましたね。リバース、あとリバースだけですね、本当問題は。リバースを封じるパーティーを作れば、うん、ほとんど勝てるようになると思います。てて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 ん。新竜王来たか。新竜王はこれはなんか結構な、行動範囲持ってたら強いからな、こいつ。新竜王に行動範囲を持たしてるかどうかですね、ポイントは。持たせてなければ、うん、いけると思うんですけどね。まあ、特にこいつはマダンテが効かへんやから、そこは厄介なんやけど。いや、つっと。どうしよう。まあ、バイキルとかやっぱり。おし、素早さ上げろ、素早さを。あー、やられた、終わった。ギガマホトラ来てしまったよ、これ。あ、痛い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 、ギガマホトラ痛い。あ、でも攻撃されるよ、マシか。あ、でもマシやわ。MP どうせ全部奪われへんやろうから。オッケー、まだいける。お、ギガスラッシュ？ギガマホトラやめたんか。ギガスラッシュ懐かしい技やな。あ、全然 OK、全然 OK。いけるよ、いけるよ。あ、これもちょっとやばいけど、まあ、いけると思う。オッケー、先手でやられへんかったらいける。オッケー、こっからよ、こっから。こっからこっちの時代。オッケー、バイキルト。あー、そっち行ってもだ？そっち行く？そっち行ってもだらちょっと俺はもう知らんわ、これは。無責任は取れへんわ、これ。お、お、お、めっちゃ取るやん。あ、オッケー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 。あ、全部吸ってもた、これもしかして。あ、オッケー、オッケー、オッケー。全部吸ってもたらいけるわ、これ。よし。全部刈り取れば、あとはもう余裕や。ふぃーん。あー、攻撃してほしかった。せめて攻撃しろ。でも MP 全部奪い取ったんで。あとはいけますね。まあまあ。よし、カッカに任せよう、あとは。カッカ登場。よし。まあ、ここは無難にスカラかけて、ここで、マヌサギにしとくと。オッケー。あー、ちょっとやばい。くそ。おっと、きついよ。お、マジで？結構きついんちゃうこれ。おー、なんかすごいすごいすごい。あー、やばい。痛い、これ。これ絶対効く。効く。あー、効くね。あー、めっちゃ効くね。あー、これきついな。くそ、逆にきついぞ、これは。攻撃してこへんけど。お、マジで？え？あー、きつい。あと2発耐えれる？これ。ちょっと待って、会心の授業わからんかった。おー、きつい。会心の授業出んかったら、まあ、耐えれるけど。にしてもきつい。おーっと、耐えた。オッケー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 。とりあえず、バイキュートとピオリウムとスカラをかけてってくれると、ありがたい。オッケーオッケー。全然オッケーよ。25% ですよ、こっちは。溜まってるんだぜ。でい。よーし。この次が問題やな。これ結構強いの降りそうやな、スタンバイ。きついな。身代わりか。身代わりかな、あれは。身代わりをどうやって行くかやけど。ああ、これ、行くすべがないな。どうしよう。貫けへんな。ここは、迷う。ここは迷うな、ちょっと迷うな。絶対で身代わりしてくるからな。二葉切り行くか。よし、二葉切り全体当たるとこ取れ、ダメージを。全体にダメージ与えた、俺は。あー、来てもだ。もうこれは無理や。防げへん。いや、でも先手取れるはず。おっし、来た！でかい！乗った、一発。いや、でかいぞ、これ。一発乗りゃでかい。いけるはず。来た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 ！
2発乗った。オッケー、もう一回もう一回。うお、マジで、え、おお、マジか、遅かった。あいつ行動早い持ちか。あー、痛い、今の、いっとった、勝っとった。くそ、くっそ、痛いな。これ、バイキルでかかっとんかな。いや、まあ、どうせいけるか。ここは、いてつく波動してからの、連打しかない。いける。頑張れ。あー、25%? やばい。よしよし、秘めたる力。先手取ろう。先手必勝取ろう。来た、オッケー、勝った。来たよ、これは。これいけるやろ。いや、でもなんか一番左、亡者持ってそうな顔しとるな、あいつ。ギュメイとなんか似とるから、顔は。いかにも亡者の人持ってます、みたいな顔しとる。え?アタックかんだ?うわ、厄介。おい、持っとった、亡者。痛い。ああ、よかった。亡者撃ってほしいな。うわ、きつい。きついけど、まあ、倒せるやろ、あいつは。おーし、よし。ただアタック感度きついな、これ。あー、これ、亡者持ちで、絶対2回コードやもんな。あー、やばい、終わった。これ終わったわ。しかもこいつバカやから、まだ攻撃しようし。あー、痛い。これは痛い。きつい。これは耐えれんぞ。動いた。うおー、来たー、受け流したー。え、まだ?おー、マジか。おー、来たー。いいね。誰もが予測しなかった。これが起こった。来たー。天使の気まぐれ来たよ。気まぐれで蘇ったよ、これは。問題は奴の、あー、あいつわからんな。どうするやろ。いや、ギガ魔法トラ奪い取ろう。とりあえず、いや、ベホイマ。わかった。ギガ魔法トラ奪いながら、ベホイマや。よし。先手は取れる。勝てるはず。いけ。おーし、来た。オッケー。絶対勝てる、もう。よし。でかいぞ。いやー、よかった。闇の波動めっちゃよかった。よし。こいつの MP 奪っとくと。オッケー。で、ベホイまで回復しながらマジックハグ使ってマダンテぶち込むと。よし、マダンテぶち込もう。ベホイまで回復しちゃうよ。お、めっちゃ回復するやん。いいね。凍てつカードいいね。おー、100消しとこう。テンション100危ないからな。テンション100は危ない。さすがに。たかがはぐれメタルといえども、テンションの乗ったやばい。呪文はやばいからな。オッケー。よし。立て直した。よし。これでいけるやろ。まずもう戦力奪いでいこうかな。よし。とりあえず、マジックハック使っとこう。オッケー、決まった。でかい。いやー、天使の気まぐれよかった、持っとって。天使の気まぐれこんな時役立つねえな。あれ?おー、いいよ。あ、舐め回していけるんか。シュシュ。おー、きつい。おーしよし、マジックハック。次、舐め回し決めて。頼むよ。オッケー、舐め回し決まる、これで。オッケー。これで舐め回しを決めて、と。サシュ。あれ?あ、いけるな。もう MP ないか、こいつ。MP がなければこっちのもんだ。あ、ミスった。あー、ミスったよ。命令しといてよかった。待てんでしといてよかった。ルカナン。あ、ルカナンでも決まった。いけるな。あー、微妙い。あー、舐め回し、どっちでも OK。ルカナンが舐め回し、どっちが決まれば OK だから。OK、決まった、勝った。あれ?そこでギガマホトラ?まだ MP やる?まだ持っとった MP。よし、攻撃。あー、攻撃せへん。せっかく舐め回して動けへんのに相手。あー、そうか、仕方ない。マダンテで決めようか。お!ちょっとやばいぞ。マダンテで決めよう、ここは。無難に。いや、舐め回して決めよう。よし。安全に行こう。安全に舐め回していく。あれ?え?やばかった。危な。今のめっちゃ危ないやん。不屈の闘志めっちゃええな、あれ。100上がるんやな、テンション。まあ、星の怒りみたいなもんか、あれは。まあ、こいつアタック感でもしかすれば。なるほど。あー、結構厄介。
あーどうしよう、マジで MP がない、どうしよっかなーと。でも舐め回し決めへんから、ま、負けるもんな。あーまた、あー痛い、え、ちょっとマジでやばいぞこれ、マジか、はぐれみたいにやられるパターンあるかこれ、もしかして MP もなくなってたし、あれ、あーきつい、あーこれきついわ、これきついよマジで、これきついぞ、結構というかだいぶきついなこれ、これマジか、これ予測してなかったなちょっと俺、これはやばいね、うん、これはやばいね、お、いや意味ない意味ない、え、ミス、え、ラストラウンド、あ、これどうしよう、ラストラウンド攻めるより守った方がこれええか、守ろう、よし守るべし、オッケーオッケー、守る守るぞ俺は、いけるいけるいける、よしよし、いけた、勝った、オッケー、まあまあ姑息な手段やけどオッケーオッケー、うん、とりあえず瀬戸際やから、よしなんとか、あ、接戦やったなマジでこれ、ギリギリね勝てましたね、はぐれみたいな不屈の闘志があれ聞いたな、思った以上に、やっぱテンション100はやばいなやっぱり、うん、タッタッタッタラタン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 、はい、というわけで一旦とりあえず、まあ、20分近く来てるので、終わりたいと思います。次もう一本出すか、もう一本コミュニティ動画撮るかちょっとわからないんですけど、撮るか、また違う動画出すか、わからないんですけど、また、次の動画出していこうと思うので、そちらの方もぜひ見てください。では終わります。ありがとうございました。